画面の前の皆さん、こんにちは、コレツナです。まあ、今回ちょっと皆さんにお伺いしたいことがあるんですけど、皆さん、最近アニメ見てますか？あのね、僕もね、昔はね、本当に、まあ、それこそ高校生の時とかは、まあ、よくアニメ見てたんですよ。うん、その深夜、夜遅くまで起きて、アニメ見てたんですけど、やっぱね、社会人になるとね、まあ、アニメって、全然見れなくなるんですよ。その体力的なところもそうだし、やっぱ時間的なところでも、アニメって本当に見る時間がなくなっちゃうんですけど、ただまあね、そんな僕が最近、唯一見てる、まあアニメがありまして、バンダイさんの、その公式のね、YouTube のチャンネルの方で公開されてる、ラブライブみたいな、ああいう感じで公開されてる、異世界居酒屋ノブっていうアニメを最近僕、まあ結構見てまして、で、まあ、その中で、第5話だったかな？第5話あたりで、まあその居酒屋の、まあちょっと話軽く説明するか。まあなんか、結構寂れた商店街にある居酒屋さんの、入り口が、なんかその、なんだ、日本の国じゃなくて、なんか異世界に繋がってて、で、その異世界の、まあその、ファンタジー世界のお客さんを相手に、まあ日本の居酒屋ので出てるような料理を出して、こうみんなを楽しませるみたいな、そういうアニメなんですけど、そのまあ異世界居酒屋ノブっていうアニメのまあ第5話ぐらいで、まあその居酒屋で働いているお手伝いしているヒロインというか、まあ女の子のしのぶちゃんっていうキャラクターが出てきて、推しのしのぶではないです。はい、ドーナツが大好きでめちゃくちゃ可愛い金髪幼女の推しのしのぶではないんですけど、まあそのしのぶちゃんっていう女の子がナポリタンをね作るんですよ。めちゃくちゃ超クラシックなザ・ナポリタンみたいなナポリタンを作るんですけど、で、まあ、それをね、僕見て、夜中に、久々にめちゃめちゃナポリタン食いてえなと思っちゃったんで、今回はナポリタンを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、ちょっとね、今、ガンガンちょっと日差し入っちゃってて、結構白飛びしてるかもしれない。その時はごめんね。今ちょっと朝なんで、申し訳ない。で、まあ、前回の動画が結構ちょっと長くなっちゃったんで、今回はま、パスタっていう反省点も踏まえて、ちゃちゃっとね、ちゃちゃっと作っていきたいと思います。はい。で、これがね、まあ、今日使う材料というか、お野菜たちですね。はい。一応アニメと同じ、材料で今回は作っていきたいと思います。ベーコンと玉ねぎとピーマンっていうすごいシンプルなやつですね。で、あと一応ニンニクも使います。はい。で、まあね、当然ですけど、ナポリタンといえば、てか俺ナポリタンって言ってた最初挨拶で大丈夫？カルボナーラって言ってた記憶が若干するんだけど、まあいいや。まあナポリタンといえば、ウスターソースと、まあ、あとケチャップっすよね。うん、今回のメインである。一応今回このね、2通り、ケチャップをね、ご用意しました。で、こっちがハインツのケチャップ。で、こっちがカゴメさんのケチャップですね。まあ、大体日本で手に入るケチャップだったら、まあ、この2つが主流だと思うんですけど、まあ、具体的に何が違うかというと、まあ、やっぱ当然アメリカの、うん、アメリカナイズのホットドッグに合うぜみたいなケチャップがやっぱハインツ。で、まあ、世界的にめちゃ愛されてるよね。うん。と、まあ、カゴメさんのね、まあ、我らがカゴメの伝統的な、味ですよ。もう、お袋の味といったらこいつなんで、まあ、今回は一応こいつを使ってね、ナポリタン作っていきたいなというふうに思います。はい。まあ、こっちの方が好みだよっていう人もいると思うけどね。うん。ホットドッグにとにかくめっちゃ合うよね。はい、ということでね、なんか知らんけど、材料切ってる時喋るの忘れてたわ。まあそんな感じで、まあ材料の準備ができました。なんで、まあこんな感じでね、見えてるかな。お湯を沸かしてあげましょう。で、一応ね、このパスタのお湯は一般的には、
1% の塩が入ってるといいっていうふうに言われてますね。海水の塩分濃度がだいたい3% なので、一般的に、なんでまあ海水ほど濃くはない、うん、海水よりは薄いぐらいの、まあ、塩の濃度を目安に、まあ、お塩を加えてあげてください。結構ね、そのまあ普通に塩入れないでたまにやる人とかもいるんだけど、ただ俺はやっぱり、ね、パスタ自体にやっぱ塩の味がついてた方が絶対うまいと思うのよ。てか絶対うまい、うん。パスタに塩の味がその入ってなくて、もちろんその分ソースの方のね味を強くするっていうやり方もあるとは思うんだけど、ただ俺は絶対パスタもそのままで食べてもちゃんと塩の味がして美味しい、でソースも美味しいっていう状態を組み合わせた方がまあ美味しくなると思うんで、もうこっちの塩もねちゃんと、するようにしましょう。でまあこんな感じでね、バターを少量入れてあげまして、でそこにすりおろしたニンニクですね。これちょっと今回すりおろしになっちゃってますけど、あの細かく刻んだニンニクとかで全然大丈夫です。で火をつけていきます。割と弱火かな。で、まあ、今回ちょっとバター使ってるんだけど、サラダ油でも全然問題ないです。でまあこんな感じでじわじわと温まってきましたね。基本的にニンニクは、低い温度から、油と一緒に温めてあげて、そうするとねおじわーなってきて香りが一番立つんで、なんだろう、強火でこう油でじわってやるんじゃなくて、低い温度でじわじわと、この音聞こえるかな、シュワ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 っていう状態を維持してあげるようにしましょう。でまあ若干色づき始めたかなぐらいのところで、さっき切ったよいしょピーマンと、あと、玉ねぎ、あと、ベーコン、これを入れていきます。で炒めてあげましょう。あ、もうこの時点でだいぶいい香りがしてきますよね。でちょっと油少ないなと思ったら油足してあげて問題ないです、はい。で強火だとね、あの先に入れたニンニクとかが簡単に焦げちゃうんで、弱火でちょっと玉ねぎとかをしならせるぐらい、まあ、正直この辺 の野菜の火加減はもう完全に割と好みによって、どこまで火通すかは自分で決めちゃっていいと思います、はい。まあ、しんなりした玉ねぎが好きだっていう人もいれば、やっぱ歯ごたえがある玉ねぎの方が好きだっていう人もいると思うんで、その辺はもう各自お任せします。でですね、まあ、野菜がだいぶ好みの感じに、火が通ってきたかなと思ったら、こいつですね、パスタさん。まあ俺が前というか結構昔に働いてた店だったら、確か1人前 100g だったかな。まあこれももちろん好みで、うん、自分が食べたい量をあいつに入れちゃいましょう。でパスタの方はお湯の方に入れちゃいますと。でこの段階でまあもうそろそろいいかなっていうところで、こんな感じでパスタの茹で汁をねここに加えてあげます。でこの状態でまあじゃあもう火通しはストップだねっていう感じですね。で今こんな感じになりましたね。そのパスタの茹で汁と、まあ、中のお野菜とベーコンたちがいい具合に絡まってる感じですね。なんか俺さっきからずっと火つけっぱなしでやってるけど、もちろんあの家でやる際は火消しながらやってもらって全然構わないです。はい。でまあ俺たちの母親、かごめさんのケチャップ、これもまあ適量としか言いようがないんだよな。結構好みが分かれると思うんだよな、この量は。特にここが一番多分そのお好みなんじゃないかな。あと、俺たちの父、ウスターソース、これ少量だね。こっちは少量、こんなもんで混ぜてあげましょう。よいしょ。まあケチャップの量とかもうちょっと欲しいなって思ったら全然足してもらって構わないんで普通に。でまあ軽くこんな感じで温めてというか火を通してあげて、今こんな感じですね。もうこれで絶対美味しいでしょって感じだよね。これご飯にぶっかけても絶対うまい、マジで。でなんで火止めてあげて、で多分そろそろパスタがいい感じだと思うんで、これを合わせていきます。まあ若干火通してまた濃度が固くなっちゃってるんで、ここのまた茹で汁をね若干加える感じでも全然問題ないです。でソースとパスタをあえていきましょう。若干硬いかな、ちょっと茹で汁足そうか。若干硬い気がするんでちょっとだけ足してあげましょう。でもうこの段階でもう仕上げになっちゃうんで、ケチャップ足したいなって時はもうこのタイミングでもう最後なんでケチャップ足しちゃいましょう。はい。で一応今こんな感じになりました。もうこれで完成ですね。じゃあ盛り付けしていきましょう。あ、でそうだ、盛り付けの前に、まあ、なんで俺さりげなくってか普通の顔してこのアルミのフライパン使ってるのって話なんですけど、アルミって
あの熱しやすくて冷めやすいんですよ。なんでパスタを作る際はこのパデッラっていう名前なんですけど、このフライパンがね、まあ一番なんだろう適してるっていう風に結構言われてますね。はい。なんでもし一人暮らしで、あのパスタめっちゃ好きだよみたいな人がいたら、ぜひねこのパデッラ買って、あの家で使ってみてください。パスタめちゃくちゃ作りやすいです。はい。ということでいかがだったでしょうか、ナポリタンの動画。今回はね、異世界居酒屋のぶさんのね、まあアニメの再現飯ということで、シンプルなピーマンと玉ねぎとベーコンのナポリタンを作っていきました。まあ本当に簡単なんで、はい、ぜひね、あのゲーマーの皆さんも、まあコンビニで、あのコンビニ弁当ばっか食ってないで、はい、真似してください。はい。まあどうすかね、ちょっとね実写の編集がねやっぱりまだね慣れてないんですよ、我ながら。なんでちょっとここをこうしてほしいとか、まあなんかこういう編集もちょっとしてほしいなみたいなのがあったらね、ぜひちょっとコメント欄の方で言っていただけると、あの参考にさせていただくのでよろしくお願いします。今腹立つ顔してますねこの人。見ました、今の顔。マジでね、自分の顔ね編集してて思うんだけどね、マジで腹立つわ。あとね、ふとした瞬間の目つきが俺めっちゃ悪いわ。まあそんなわけでね、ちょっとね24歳独身男性のあの寂しい食事風景をまあちょっと眺めながら今回はお別れということで、よかったらねチャンネル登録、高評価ボタン、コメントの方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。コレスナーでした。お疲れ様です。あーつーぱ Enemy down. いや、やっぱ強くねえか？やっぱガンホー強くねえか？やっぱガンホー弾が出るの早くねえか？これは気のせいなのか？なんかすげえ強い気がするぞ、ちょっと。